はい、皆さんこんにちは、シスです。トイックです。いや、オメガ倒したね。あ、そうだ、アイテム開いてよ。アイテム、うん、いいよ。いや、なんかせっかく倒したのにオメガの勲章見てないなって。あー、確かにね。あ、そういえばアイテムといえばさ、杖めっちゃあんなって言われたけどさ。あ、たくさんあったね。あの変身するおじいちゃん、大事なものにあった気がする。あ、大事なもの、いっぱい盗んだからね、杖はね。あ、大事なものじゃないか。あれ、え、じゃあ下にあるから普通に使うで。大事じゃねえんだって、あんなオメガの勲章。あなたの知恵と力と勇気が古代文明に打ち勝ちました。いや、よかった。文化文明の作り出した最強の兵器だったわけか。かもしれないな。おお、知恵と力と勇気というか粘り強さが一番強かった気がするけどな。いやー、嬉しいね、勝ったわ。うん、いや、まさかね、勝てるとは思わなかったわ。チーン。これ何が起こってんの？ん？覚えてない？アパンダが最初に次元のスイッチって言ってたじゃん。あ、そっち読んでないんじゃない？まだ魔導士の書いた本、ギガフレアの秘密。ギガフレアなんて使えたっけ俺。この魔法はパワーを覚えていて一瞬無防備になる。じゃあ出ようか。あ、これ、ここ、これは何？本を見るためだけの。え？あれ？うん。でした。あれ？あれ？え？なんかおかしい？やべえ！俺は知っている。こいつは強え。この見た目、これこの気付けなくてもいいだろ。俺この見た目のやつにめっちゃやられた。なんか3匹か2匹くらい重なってた。もうトライエン。スローマ、ハイブラ。レベル49。7000。水。ね、狙いにくいな。連続も。水、水。まあ水はないな。どうなんだろう。俺が見せてやろう、このフレアフレア。あのね、ウィザードロって他の属性攻撃が上がってんじゃん。もしかしたらフレアよりダメージ出んじゃないかな。あ、そういうこと。もしかしたらね。3000のフレアが。うん、あと300ぐらいじゃん。あ、試す前に終わっちゃうかな。みんな防御してっか。防御。来ねえんだけど。あ、これ？うん。黒魔で、例えばファイガとかやってみるわけだよね。まあ問題は耐性があるかどうかがわからないってとこだけどな。ファイガ。ああ、同じくらいだ。まあ500ぐらい強かったか。うん。なんか無駄に MP 使ってフレアするよりは、ウィザードロット持って、うん、普通の属性魔法を使った方が強いってことか。まあバハムートよりもシルトラの方が強くなるぐらいだからな。はい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 、あ、そうだそうそう、言い忘れてたんだけど、ちょっと前のパートから左下にさ、今までロゴがあったのがなくなってると思うんだよね。今まで AMV って書いてあったかな。ああ、そうそう、それちょっとあれあったっけ。あったんだよ。全然気づいてなかったわ。あ、マジか。ちょっとコメントもらってさ、うん、それ消す、簡単に消せるよって言われて、あ、そうなんかと思って。で、消しました。はい、なんで、だからないです。ラス弾攻略直前で。そうそうそう。だからなくなりました。黒魔法で、ファイが全体とかでいいんじゃない。じゃあ、ブリザカにしよう。ブリザカ。そう、だからなくなったんだよ。いいこと教えてもらってさ。うん。ドゥーン。リバイアさんいいな。そう。あとはコメントで言えばね、シスが意外といい人。意外とってなんだろう。あの、ハチのね、あの、舌を切るかどうかって話。あー、あのシーンか。シスが意外といい人って、意外とっていうか、元からいい人だから。いや、多分でも変態として定着しちゃったからじゃないかな。え、そういうこと？いい人か変態かって選択だったの、あれ。うん。そうしたら変態かもしれないな。
よし、まあ、そんなこと言いながらね、このラスダンの。OK。MP に気をつけてね。いいんだな。あ、そこまで来た。来た。うん、入っていいよ。入っていいですか。これ絶対ボスじゃない、うん、これ。ドーン。うわ。ね、右、あ、待って、右だったかな。右。あ、違う。ね、その階段の裏に、なんか地下に降りる階段って気がする。ほう、これ。あ、それそれ。ちょっと降りてみて。おお。なんか、女の子、男の子、男の子かな。あ、そこ大事なんだ。死んだけど。死んでるよ。何これ。ゾンビになった。聖水じゃないと治んないぞ。あ、断絶剣出んじゃん。うん、出るんだろ。やっぱ確率が悪いだけなんだな。クルルがなんかクルルがなんか死者になってさまよっちゃった。うん、でも喜んでる。まあ一応この辺はな。とりあえず聖水使おうか。お、降りたら、かわいいおじいちゃんたちがなんかクルクルしてる。あ、そうそう、牢獄来たでしょ。で、一番左の下、左下、ダメ！遅かった。遅いよ。いや、だって、いきなり突っ込むとは思わなかったのにさ。マイティゴー。え、めっちゃ強いってこと？アルテ、どいて。連続まで、ライブラからの、よくわかんないから、ファイバー。レベル58、HP 6000、あ、なんだ、勝てんじゃん、全然。やばいことはねえわ。あ、めっちゃ勝っちゃうわ。ポーション。やべ。なんかで、トイ君が言うほど問題はなかったわけなんだが、あ、そういうことね。よし、盗め。絶対に盗め。連続魔。ライブラからの。あ、そうか、城が使えないのか。何かな。こっちはエイビーズ。1万5000か。弱点はなしか。うわ、炎回復するし、うん、むしろ吸収したから。亀の甲羅だってよ。あれ、ショベ。あら、こいつじゃなかったな、槍盗めんの。待って、ホワイトウィンドした方がいいぞ。オッケー、うまい、ホワイトウィンド。危なかったな。で、魔法剣で、魔法剣下手にかけない方がいいか。いや、こういう時はフレアなら大丈夫だ。無属性だから。魔法剣フレアをかけて、で、連続まで。まあ、ここも、フレア一択だろうな。わからんもんな、毒性全回復するのかな。オッケー !3000、3000、3000、3000。オッケー、いい。おー、はい、ね、これ6000で1万5000だから、まだまだかな。うん。で、召喚、うわ、 MP がない。切れたか。ちょっと、ロンドン、まだいける気がする、普通に。これ乱れ打ちで。あ、まあ、クルルがいればなんとかなるだろう、火力は。もったいない。戦う。うお、強え。2000か。もういいね。
おし、乱れ打ち。なんだ、魔法使う必要ねえな。戦闘終わったらすぐ下行ってね。ほい。で、すぐ左下の方行って。左下ね、オッケー。うん。お、なんかいる。こんにちは。お主や、開ける前、何、あ、クリスタルのかけらを持つさん、はい。そうか。お前は正直者だな。ならばここで死ぬんだ。うん、そうなるよね。正解は家だったのか。青魔法。シスはあれだよね。あまり気にせずにどんどん話しかけてくる。マイティーガード。え、で、MP がない。ん？あ、バッツはあるんじゃなかった？盗む。エリクサー、よし、来た。もうエリクサーか。魔法。あれ、こいつなんかいいの持ってた気がするけどな。あぶね。死んだけど。よかったね、みんなレベル5の倍数じゃなくて。しょうがない、これは アイテム作戦でいこう。ファリスアイテム用意。聞くってこと？ライブラしとこうか、状況。ファイだ。ライブラで57。お、結構強い。うん、毒に弱いだって。じゃあバイオ聞くじゃん。いりまじゃあ魔法剣バイオ。あ、バイオあるな。でアイテムで打ち出の小槌。いや回復しとくか。ハイポで連続までバイオ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 だな。バイオバイオ。どんくらい効くんだろう。4000。おー、強え。4000で、アイテムのここでからの、あれ、ないぞ。浮きで、浮きで、よし。もうあったあった。よし。はさすがホワイトミッド。はっ9999も回復されんの俺。まあ、あいつの HP が9999以上あるってことだろうな。ハイボ。まあ、もうひたすらバイオ叩き込むしかないだろう、こうなるな。だろうな。バイオ、バイオ。バイオ。あ、ヘイズがしてなかった。ないのか。できるんじゃない？多分。一回ぐらい。あ、ないのか。いや、召喚になってるからか。てか MP11 じゃどっちにしろできないんだな。よし、ハイト使いの。よしよし、バイオバイオ。うわ、連続の杖。バイオ。ちなみに、シス気づいたかな？敵の攻撃の特性に。あ、うわ、死の宣告。乱れ打ち。え、敵の攻撃の特性？うん、なかった。敵なんかある攻撃しかしてきてないんだけど。よし、勝った。あ、先出しちゃった。敵ね、これいつ青魔法のエキスパートなのよ。ほう。だからあいつがやってたの全部青魔法だったのよ。あ、そうなんだ、うん、へえ。俺青魔法持ってねえからよく分かんなかったわまあそうだろうな。自爆とかすればよかったね。あ、ちなみにね、俺ここ来た時にさ、自爆覚えさせようとしてたじゃん。うん。自爆するとあいつ真似して自爆してすぐ終わるんだよ。そうだね。おお、セーブポイントじゃん。そう、だから覚えさせたかったんだけど。はい。とりあえず一息つけたか。
ドン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 。あ、違う、なんかおじいちゃんそこまで出てきてない。右にチラ見してね、おじいちゃん。おい、親父狩りだぜ。クルルちゃんが、クルルちゃんが親父狩りしてる。あ、そうだ、試合始まったらさ、アイテム欄行ってくんない？ほい。でね、こいつ実はね、金の針が効くんだよ、確か。やってみようか。うん、見てみ。あいつ使ってみ。金の針。ふぃー、壺に効くわい。え、回復するんじゃね、めっちゃ。全開。金の針効いてねえじゃねえかよ。いや、俺効くとしか言ってないよ。ツボに効いてるよ。こういうね、お茶目な展開も。なるほどね、面白かった。盗みのポーション、よし。じゃあこの辺はサクッと倒します。正体を表す。よし、来た。すごい。あー、ちゃんとかけとけばよかったかな。あ、マイティーガードめっちゃ MP やん、正直高いわ。やめよう。防御、防御半分であれだからな。やばくね、白魔法。ねえ、よかったな、レナで。キアルが盗め、左打ち。あ、盗むか。変身後また盗んでないからな。え、あれ聞くの。うん。聞くんかい。おじいちゃんが聞くんかい。盗む前に倒しちゃった。聞くんだね。あ、そういえば地底の三兄弟にも残雪剣が聞くってごめんあったしな。聞くのか。ぐんぐにいる機体で。すげえ。あ、またおじいちゃん。なんでこの見た目でカメ、ね、亀の甲羅なんだろうな。やっぱさ、亀って甲羅から引きずり出すとこんな感じなんだよね。気持ち悪い。ちょっと嫌なもん想像しちゃったじゃないか。空箱がある。あ、いけない。どうやっていくんだろうな。まあ、宝箱の横に階段があるからな。あ、回復。うわぁ、これ、罠や、罠や。ドドドドド。ボス。おぉ、なんかいるわ。白魔法で。やめ。あれ、レビティと聞いてないの、誰も。俺はライバルするよ。71。おお、2万。青まで。じゃあ今レビテッドします。マイティーガード便利だな。よし、レビテッドして、連続まで。ケアルが、ケアルだ。3までしかないですから。じゃあパイが、パイが。オッケー。覚えてんね。で、乱れ打ち。あ、盗んどけよかったかな。盗んであげてください。そろそろ回復しないとやばい。ちょっと盗むまで。うおー、落とされた。しかし俺は飛ぶのをやめない。もう一度浮遊で、連続まで。ファイガ、ファイガ。なんかファイガなのは理由あるの？ない。一番左にあるから。そう。で、ネスモエリクサ、来たー。エリクサ、はあ、間違えた。魔法、魔法。安定の
マイキーが。うん、また浮いた。戦う。ミス。ファイガファイガ。レビテトでいいのに。俺はなんだ。時空がないからな。MP を使っているんだ。おお。安定。オメガ戦の苦労が何だったのかと。なんかもうサクサクすぎて言うことがないわ。まあオメガがどれだけおかしい設定だったのかっていうのがよくわかるな。そうだね。いいわいいわ。金の針。あ、壺に効くわ。壺に効くわ。また使ってやれよ。さっきからぶった切ってるから。助けてくれてありがとう。でお前もどうせ敵なんだろう。あ、なんか石化する、石化する。大丈夫？バッツなら意味があるんだけどな。クルフルだとなんか。あ、マスターした。今日はブンドルはまだだった。チョコマカ。チョコマカ動くな。レインボードレス。これ取りたいんだけど。え？この宝箱取りたいんだけど。ああ、多分迂回しないとダメだと思う。違うところから。へえ。はい、じゃあね、切りがいいのでここまでということで、皆さんご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。